はい、今回の動画はですね、無駄改造企画第1弾ということで、このミスターモーターマンのこのコントローラーありますよね。このコントローラーに ATO 出発ボタンをつけるという無駄な改造をしたいと思います。かといって自動で運転されるわけではありません。ただボタンがつくだけという、本当に無駄な改造です。ではね、やっていきたいと思います。まずね、やっぱ壊れないようにというわけで、電池を先に抜きたいと思います。電池が入ってるとですね、まあ、壊れやすくなるんで、分解したときに。なんで電池とかは絶対抜いていきましょう。次にね、分解していきたいと思います。良い子は絶対真似しないでください。とか真似は絶対お勧めしません。やるとしても、改造は自己責任でお願いします。あんまりいいことではないんで、絶対真似しないでください。はい、というわけで開きましたね。これ線とか1本取れたりすると壊れるんでね、絶対真似とかしないでくださいね。というわけで開きましたね。こんな感じになっています。次に ATO ボタンをここにつけたいと思います。このボタンは横浜の石川町にある某電子部品屋で購入しました。確か1個100円だったような気がします。ではね、つけていきたいと思います。というわけでですね、まあ、ATO ボタンを入れるね、ためにね、まあ、スイッチ穴を切り抜きましたね。こんな感じですね。次にですね、ATO ボタンをこんな風にしたので、ここに取り付けたいと思います。ではね、接着剤で取り付けていきたいと思います。次に、ここにある2本の水色の線から、電気を盗むために導線を取り付けていきたいと思います。ではね、やっていきたいと思います。というわけでですね、ここに2本の緑の線を設置しました。という感じで、電気を盗めるようにしました。次に、先ほど設置した ATO スイッチがありますね、ここに。これと緑の線2本を接続したいと思います。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで ATO 出発ボタンをここに組み込めましたね。っていう感じですね。最後に ATO 出発ボタンのシールを貼って終わりたいと思います。それではですね、こんな感じでレイアウトを組んだので、走らせてみたいと思います。ではね、ATO 出発ボタンを同時に押したいと思います。2つボタンがあるので同時に押します。では押したいと思います。一応走るみたいですね。でも押してる間だけしか走らないみたいですね。っていう感じになりましたね。というわけで、まあ自動にはなってないんですけどね。ただこの ATO 出発ボタンを押してる間は走るみたいですね。っていう感じですね。ではね、市営地下鉄の運転手の気分を味わえる感じで ATO 出発ボタンを押してみたいと思います。出発進行。こんな感じですね。なんとなく市営地下鉄の運転席みたいな感じになりましたね。っていう感じですかね。今回の動画はこんな感じで、ミスターモーターマンに ATO 出発ボタンをつけてみましたっていう感じの動画ですね。まあ、この無駄改造シリーズ人気があれば第2弾もやりたいと思います。というわけで以上、無駄改造シリーズでした。